インフルエンスインシデントは、春馬系による日本のライトノベル。イラストは、竹花ノート。2020年に行われた第27回、電撃小説大賞における、銀賞受賞作。人気動画投稿者の上村真由として活動する、中村誠幸は、ルートスピークのダイレクトメッセージで、盗撮写真が送られ、家に奇怪な手紙が送られてくるなどの、ストーカー被害に遭ったことから、 山吹大学白鷺ゼミの教授、白鷺麗華に助けを求めた。ストーカー被害は、白鷺麗華と彼女の助手、姉崎実機の手助けを借りる形で解決した。しかし、その後、反社会的な行為を、SNS、ルートスピーク上に上げている、アカウント、死んだに、中村誠幸が監禁されている写真がアップロード、されたことから、麗華と実機は残された手がかりをもとに、 マユを取り戻すために奔走する。インフルエンスインシデントは、もともとは少し高めの年齢層に向けた新人賞に提出するために2019年1月から執筆し、2ヶ月半かけて2019年の春に書き上げた作品だったが、SNS 世代の若者に読んでほしいという思いに至った結果、1年間寝かせた後、半月ほど手直しを加えてから応募したと話している。 社会的関心が高そうな題材を自分の得意分野から取り上げた作品を作ろうと考えたことをきっかけに執筆された同作で作者の春馬慶はキーパーソンの中村誠幸を女装男子として設定したのは自身の趣味であり中村誠幸というキャラクターの魅力を引き立てるために読者と登場人物に知見を与えつつ話を円滑に展開させる有識者と真幸のことを 全肯定してくれる、年上のお姉さんを登場させようと考えたと話している。また、キャラクターの意外性が重要だとする考えをもとに、男ではあるが、女より、女らしい、インフルエンサー、ゆるふわ系の見た目だが、実際は、パワフルな女子大学生、頭脳明晰だが、私生活がだらしない女教授などと設定を展開していったと話している。YouTube で配信している。 公式電撃文庫チャンネルの電撃文庫朗読してみたとして、2021年3月21日に井口優香による約7分の朗読が配信された。ありがとうございます。